陰謀陰謀とか言いますけど、陰謀のない戦争ってないんですよ。日本が代理戦争しないでねっていうね、そこは大事だと思いますよ。日本の意思で日本を守るために仕方なくやるっていうのはまあ、ね、大事な戦いかもしれないけど、そうじゃなくて別の国を設けさせるとそいつらの得になるために日本が戦うっていうのはね、まあ馬鹿らしい話であって、日本代理戦争今なりにしそうなの、ね、まあ自分の身は自分で守るっていう話になってくるかもしれないですよね。軍事系の情報ってあんまないですか、その軍事系こう、まあ、有事起きそうだぞみたいなとか、こう危ないぞみたいなとか、もう西にスイッチしてるのはね、誰もが、まあ、公開情報でいけば、はい、どん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 西にスイッチしてますし、この間も 石垣島に駐屯地ができて、しっかりとっていうのはできてますんで、まあ見てるのは西の方を見てるっていうことでしょうね。北を見、昔はね、はい、昭和の本当に長い間は北を見てましたけど、まあ、それは西に行ったっていうところで、ただね、あの日本の場合北も西も両方見とかないといけないんじゃないの、片方だけじゃないよねっていう、はい、殴るぞ殴るぞ殴るぞこうやってやるっていうような両方はやっぱり意識はしてるんじゃないかなと思いますけど、極端にまあこう西にスイッチしてるっていう感じじゃないかなと思いますけど、はい、僕ちょっと気になったのはですね、騎士が、あのウクライナ行ってしゃもじを必勝みたいな呪いの札みたいに言われてるやつしゃもじ送ってですね、でその後、まあ、割とすぐ、あの上の方北の国が、あの日本海で、あのミサイルの演習したりとかっていう動きが、まあ、気になるなと思うんですけど、そのあたりどう思いますか。そうですね、やっぱり詳しいことは全然わからないですし、なんとも言えないんですけど、まあ、その私個人としてその何かこうなんか変じゃねっていうことをやられたら、まあ、そのアピールするのと同じようなことが起きてるのかなっていうのはなんとなくわかりますよね。で実際そのなんていうんですか、北の方であったりとか、まあ、その本当にもっと北の方とかがこうそういうことするんじゃねえよと言ってくる、気持ちも分かりますし、気持ちなんですけど、まあ、立ち位置的なものもあるんで、まあ、何とも言えないところかな。だからその日本っていいバランスを保ってるのになぜそっちに行くのかなっていうのは個人的な感覚として、バランスはすごくいいところに今まであったんじゃないかなと思うんですよね。まあ、あのいろんな話があるんで、あのなんていうんですか、あのガスをずっと一緒に、ね、その北の国とやってたりとか、日本してたのにそういうのが全部止まったりとかするっていうのは、やっぱり国益を損ねるところも出てくるので、まあ、うまくバランス取ってやることも大切なのかな。ただこのバランスっていうのを揺れ動かす方がその確かにあの安定を増す場合もあるので、もしかしたらめちゃくちゃ賢いかもしれないし、もしかしたらちょっともうちょっと考えた方がいいのかなっていう部分もあるのかなっていう、なるほど、個人的な感覚ですけどね。全部ね、作られてるんですよね、あの戦争とかってね。なんか陰謀陰謀とか言いますけど、陰謀のない戦争ってないんですよね。もう全てね、なんていうんですかね、湾岸戦争どうでしたかとか、イラク戦争どうでしたかとかね、まあ、全部ね一個一個見ていくと、なんていうんですか、この A 国と B 国の戦いっていうね、そういうシンプルじゃないですよ。なんか知んないけど、この辺のやつが金すげえ出してたりとか、でこういうこいつらがなんか暴動を起こさせたりとか、毎回ね、あのなんていうんですかね、まあ、そういった、まあ、陰謀があるわけであって、大体代理戦争ですよね。代理戦争ですよ、だからまあ我々が考えなくちゃいけないのは、日本が代理戦争しないでねっていうね、とこは大事だと思いますよ。日本の意思で日本を守るために、ね、仕方なくやるっていうのはまあね、大事な戦いかもしれないけど、そうじゃなくて別の国を設けさせるため、ね、そいつらの得になるために日本が戦うっていうのはね、まあ、馬鹿らしい話であって、毎回代理戦争なんですよ本当にね。正直でもまあ、日本代理戦争今なりそうだな、ね、まあなりそうですね、今なりそうですよね、まあんま言うとどうなんだろうね、まあね、バンされるんだかなんだかしないけどまあなんかよくわかんないけど、そうなった場合に、まあ僕ら一人一人できる、まあね、こととか心構えとかっていうのはどうすればいいですか心構え、まあ、自分の身は自分で守るっていう話になってくるかもしれないですよね、もう今は自衛の時代かもしれないですね。仮にその国民の過半数が一気に、まあ、目が覚めるっていうかですね、
ある程度歴史的なものを勉強したりして、自分たちが何をしなくちゃいけないかって、まあ、5000万人6000万人が気づけば国自体が一気に変わる可能性はありますけど、うん、それってどうかなって思うとね、ちょっと難しいというか、うんうん、そんな一気に変わんないだろう、うん、でそしたら、まあ、大きな流れにどうしても我々って巻き込まれちゃう、ね、わけであって、 その時は自分の身は自分で守るっていうふうにするしかないと思うんですよね、うんうん、だから自給自足できるようにしとくとか、あとは、はい、その時に当然襲われる可能性があるから、まあ、誤信もしなくちゃいけないとかですね、うんうん、それが大事かなと思います。はい、いや、はい、ちょうどあの自給自足プロジェクトって今始めていまして、はい、全国に、まあ、はい、あのまあ、古民家プラス畑ぐらいの規模ですけど、うんうん、まあ、理想は村レベルにしていきたいんですけど、はいはいはい、やっているのも進めてて、はい、その際にちょっと護身術部分を、はい、ちょっと、じゃあ我々ちょっと困ったら、あの高崎さんの村でご飯食べさせてください。いや、もう最強の用心棒じゃないですか。あの警備はあの私らが絶対勝てるやつ。ご飯食べさせてもらってぜひぜひ、はい、そんな感じですかね。自給自足プロジェクトのみんなで護身術を習いに行くかもしれません、はい、ぜひぜひ。村もやっぱ国と一緒ですもんね。やっぱ食い物と矛っていうね、はい、矛も大事なんですよね。力もないと守りきれないっていうのもありますからね。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、ということで本日のゲストは、はい、八嶋 TV さんでした。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。